鳩山よりもあったけど、まあやっぱこっちの方が何やかんや乗り方、まあ10分ぐらいは違うかなってことでこっちにしましたけど、まあこの乗り換えはまあでも大変なんだ。あとやっぱ名古屋が言うて人が多いね。カメラ回すのは一苦労。あれなんですね、機電は中の広告が、あの普通の広告が入っとるのと違って、なんかこう名古屋市交通局の名古屋の地下鉄のこう歴史のやつがこうずらーっとあの広告のやつに中吊りとかにもかかってるようになってるんですね。で、見てたらあれでしたっけ、そっか、あの大学3年の時に今から乗るね、この本山あ玉星、つながったなって言ってましたけど、あれ大学2年の秋ぐらいだったらしいですね。10月ってなってましたね。あ、そうかそうか、なんか3年のイメージだったんですけど、一応大学の設定につながってたって、あ、そうかそうかというようなことだね。なるほどなって。なんでそう、こう行くのをとりあえずこう行ってもう一回乗り返して行こうかなと。あ、玉星の乗り換え行ったことないですね。そういや降りたことは何回もあるんですけどね。名城線は下か。あれ元山はそんなに離れてないのか。あれこっちでいいんだよな。島崎か。元山は四国の方か。多く設定したらそうですけどね。あ、ずっと周りで行くんや。違うもう。逆に朝名古屋行きあるんだ。名古屋行きね。へえ。あとは三津保運動場東行きってあるの。へえ。なんだこれとお前やられてはちょっと、あ、でもこっち側からだと珍しいのか。大曽根行きはないですよね。へぇー。こっち側ももう、大曽根行きに設定するのはそんなないんだ。へぇー。あ、金山行きってあるんですね。へぇー。終電名古屋大学前、あれ一人行きたきか。ああ、そかそかそか、なるほどな。ああ、まあまあバスも多いですよね。これはちょっと、そうっすね、うん、でもでも頭おかしくなさってもあんまりことないもんな。野並みだけ何回か行ったことあるけど、徳次郎は行ったことねえっすね。うん、こんな感じでね、環状線になってますからね、右回り左回りなんでね、まあまあちょっと初見殺しですからね、気をつけやんと。大学の時はなんかたまにこの元山あれか、今行き、あ、今行きで何回行ったんだ、それ遠いなと思ってたんだから、そう、今行きじゃなくてこっちでいいんだ。うん、左回りができた。電車に行こう。
JR の中央線か。ちなみに左回りで大回りするっていうともあるはあるなんですけど、もうバカバカしいんだよね。まあ一応これが目安になりますね。神前寺だとギリ、元山神前寺だとギリ左回りの方がいいんだ。やったら東山線で栄え出ていた方があからさまに近いですけどね。で名古屋小行きはね、何も走ってるはずだけど、ちょっと独特ですからね、この辺りは。あ、そう、市役所前に変わったっけね、ここは。あとどこだったっけ。あ、じゃあもうすぐ新しく変わるんだけど、市役所前が何になったっけ。なんか名前が変わるんですよ。やっぱり多分ペラって剥がして新しいのになるんだろうな。神宮西が何だったっけ、熱田神宮西に変わるっていうのは聞いた。で天馬町も熱田天馬町になるんだっけ。なんか、うん、変わるってなってましたもんね。4駅っていうとって、もうあと1駅はどこだったっけ。桜田通線の駅だったっけ。そうかそうか、それであれだ、新しく作り直したんですね、これ。やったら綺麗ですもんね。もしかしたら貴重になるかもしれない。よし、そして山田さんは甘鉄に残ってくる。あれだな、私にトイレ借りるか。こんな感じで進捗見えるんですね。鶴舞線が一番、ああ名城線が多分これ一番新しい感じのやつになってますもんね。これ見やすいですよね、やっぱり気象は。東山線は LED のよね、昔のやつが。一昔前とか多いですもんね。そっか、もともとですから、ターミナル、その端っこになっとったところっていうと大曽根とかも、そっか、大曽根も昔はね、大曽根まででしたもんね。そっから名古屋大学まで一回延長されて、で最後改め橋かね、改め橋ももともと端っこでね、正確に言うとそうか、市役所とかも昔はね、市役所金山間が最初の開通だったかなとかですもんね。余裕があったらそういったところもいろいろと見ていきたいですけどね。まあとりあえずは現状のやつですね。アッタキング線の人、アッタキングに行くと、あとなんか、
名古屋城じゃなくて名城公園だったのかな。じゃあ名古屋城になったかな。さあ新たなバスに乗り換えましょう。この電車は矢本新たな橋方面名城線右回りです。